今日はエリザベト音楽大学のセシリアホールで、ヤマハの C3X エスプレッシーボをちょっと演奏させていただきに来ました。タッチのコントロールがしやすかったです。なんか弾いてて気持ちよかったです。こういう音が欲しいと思って触るとそれをピアノが自然とキャッチしてくれるっていうか、なので本当にきらびやかな音だったり軽い音とかすごい繊細な響きももちろん表現しやすいし、すごく深い響きとか厚みのある音、温かみのある音なんかもすごく出しやすくて、なんか表現の幅の広い楽器かなって思いました。ピアノのねサイズ割と小さいサイズの楽器だと思うんですけど、なんかそれを忘れちゃう感じで結構豊かに響きが返ってくるので、なんか大きいピアノを弾いているような感覚はありました。どのタッチにも結構敏感に反応してくれる気がするので、タッチが軽いものは弾きやすいけど深いものが難しい楽器とか、深い音は出しやすいけど実はタッチが重いとか、なかなかいつもコントロール難しいなと思うことが多いんですけど、このピアノそんなことなくて、どういうタッチもなんか応えてくれる感じがします。遮られる感じが、譜面台があるといつも音が遮られるのでなんか外して弾いちゃったりするんですけど、全然そういうことが気にならなくて自分によく音が聞こえました。タッチ次第で全然違う音が返ってくるので、自分の出している音がいい音なのか本当に自分が欲しい求めている音はこれなのかとか、そういったことをすごく勉強できる、耳を養える楽器かなって思うのですごくいいかなと思います。いろんな曲弾いてみたいなと思うんですけど、ショパンとかラヴェルとかもうフォーレとか弾いてみたいかなって思います。Thank you.
Thank you.